ジョナサン・アール・デイビスは、アメリカ合衆国アーカンソー州、ワシタグンカムデン出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のニューヨークヤンキース参加所属。2013年の MLB ドラフト15巡目で、トロントブルージェイズから指名されプロ入り。契約後、参加のアパラチアンリーグの、ルーキー級ブルーフィールドブルージェイズで、プロデビュー。43試合に出場して打率。 238、2本塁打、14打点、4盗塁を記録した。2014年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグブルージェイズと A-9、バンクーバーカナディアンズでプレーし、2球団合計で28試合に出場して打率。209、1本塁打、10打点、7盗塁を記録した。2015年は、A 級、ランシングラグナッツと、 A9 ダニーデンブルージェイズでプレーし、2球団合計で60試合に出場して打率、271、3本塁打、22打点、11盗塁を記録した。2016年は、A9 ダニーデンでプレーし、120試合に出場して、打率、252、14本塁打、54打点、33盗塁を記録した。2017年は、 A 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツでプレーし、128試合に出場して打率。249、10本塁が45打点、20盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2018年、マイナーでは A 級ニューハンプシャーとトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレーし、 2球団合計で124試合に出場して打率。282、10本塁打、56打点、26盗塁を記録した。9月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌5日のタンパベイレーズ戦にて9番中堅守で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは20試合に出場して打率。203盗塁を記録した。 2019年は37試合に出場して打率18。181、2本塁打、6打点、3盗塁を記録した。2020年は13試合に出場して打率25。259,1本塁打、6打点、1盗塁を記録した。2021年は開幕を MLB で迎えた。4月30日にテオスカー・ヘルナンデスの復帰に伴い、マイナーに降格した。 7月30日にディフェとなった。2021年8月3日にウェーバー工事を経てニューヨークヤンキースへ移籍した。9月9日にディフェとなり、11日にマイナー契約となった。ありがとうございます。